日本史上総広常とその後上総広常は石橋山の合戦で大敗して安房に逃げてきた源頼朝の参戦を促す書状を受け取ると開きもせずに破り捨てた上総広常とその後を詳しく見ていこう上総広常は青年は不明だが 上田常住の八男として生まれた父常住は上総と下房の二国を治める東国一とも言われた有力武将で広常は兄弟で家督争いをした後に後を継いでいる広常は頼朝の父源義朝に付き従って保元平治の乱を戦い 特に1159年の平治の乱ではたった17期で500期の平の重盛軍を蹴散らす活躍を見せている平治の乱で義朝が敗れたため広常は平氏に基準したが領地に対する税負担は厳しく広常をはじめ東国武士は平氏への不満を 募らせていた当時の東国武士は大規模な農業経営者に近い存在で田畑が目渡せる土地に質素な館を建てて侵入者から土地を守るのが最大の役目であったいわば東国は西国の属国のような状態で当時の東国の武士にとっては 最奥から独立することが平将門以来の夢であり願望であったのであるさらに1179年自称3年平野清盛が上佐之介に伊藤忠清を就任させたため国務をめぐって対立広常は清盛に感動されている。 1180年自称4年挙兵したが石橋山の合戦で大敗を喫した頼朝は三浦義澄らと安房へ逃れた当初参戦を呼びかける頼朝の書状を破り捨てた広常だが同じく房総半島の豪族千葉常胤が 頼朝への基準を表明すると態度を軟化させた後に北条氏によって編纂された「東鏡」にのみ記載されていることから信憑性に欠ける面もあるが広常の次のようなエピソードが記載されている広常は頼朝の度量を図るためわざと遅れて 2万の兵士を引き連れて参陣した。するとわずか300の兵士しかいない頼朝が広常の知人に激怒して叱責する広常は田舎武士とは違い物事に動じない頼朝にたちまち振幅して基準を決意したと記載されている。 鏡の記述には広常が実際に2万もの兵士を率いていたという点でもかなり多めに書かれているという指摘もあるそれはともかく広常の加入が坂東武士団の奇数を決定大軍を引き連れた頼朝軍の前に畠山重忠などの武蔵の国の 有力な武士団も次々に触れ伏して頼朝軍に加わったのである頼朝は念願の鎌倉入りを果たし藤川の合戦に臨んだが大軍の前に平のこれ森軍は恐れをなして京都へ逃げ帰っている頼朝は そのまま平家を追悼して上洛しようとしたが、広常は千葉常種や三浦義澄と上洛して平家を倒すよりも関東を安定させることが先決だと還元して、頼朝を引き留めている。関東一の強者と言われた広常だが、平家や 朝廷などは眼中になく、彼には自らの領土の安泰ということしか関心がなかったようである。その後、広常は佐竹氏討伐でも目を見張る活躍を見せるが、歯に衣を着せぬ発言と、その王兵とも取れる態度から徐々に頼朝に疎まれるようになる。 鏡には頼朝に対して下馬の礼を行わなかったなど広常の横平な態度が記載されているさらに吾妻鏡には死亡に関する2つの重要な記載漏れが見られる1つが頼朝の死亡で頼朝の死亡についての記述が欠落しているそして 二つ目が広常の死亡についてでこれについても記載されていない天台宗の僧侶慈謙が書いた愚冠章には広常の死について次のように書かれている1183年寿永3年広常は梶原景時とすごろくに熱中していたが 突然景時がスゴロクの台の上に飛び乗ると一刀のもとに弘常を刺し殺したという続いて嫡男義経も自害して上総は滅亡してその後領地は千葉氏と三浦氏に分け与えられたという鎌倉市内には現在も 梶原荒井水という景時が広常を斬った刀を洗ったという鎌倉御名水の一つの湧き水が残されているではなぜ広常は梶原景時に暗殺されたのだろうかこれはあくまでも推測であるが頼朝が指示したと考えられるのである なぜなら景時はそれ以後も処罰を受けたという記録がないからであるもし支援から広常を暗殺したのなら必ず景時は頼朝に罰せられているはずだにもかかわらず処罰されていないとなると広常の謀反を疑った頼朝の命令によって 影時は広常を暗殺したとしか考えられない現に頼朝は後白河院への書状の中で広常が上洛して朝廷に仕えることを引き留めるとの愚痴を書き送っているしかし後に広常が奉納した鎧兜から頼朝の 悲願成就を期した御門が出てきたことから頼朝は広常にニシンがなかったことを知って嘆いたという坂東一の武者と言われ大きな勢力を持った上総広常だが関東にのみ関心を持ち全国的な使に立てず朝廷拘束などにも疎かったことが 粛清された原因のように思えてならない。